こんにちは、スパオです。今回はこの時期に美味しいチーズについてご紹介させていただきます。成城石井時代は主にチーズであったり生ハムを担当していたんですが、結構種類がいろいろあるのでなかなかどれを選んだらいいか分かんないと思うので、今回は初心者の方に分かりやすく、よりチーズを身近に感じてもらえるような動画になればと思います。まずチーズは大きく分けて2種類、プロセスチーズとナチュラルチーズです。ナチュラルチーズから見ていきましょう。牛や羊などの乳を固めて発酵熟成をさせたチーズです。乳酸菌などのいろいろな菌が生きているため、時間とともに熟成が進むなど状態が変化していくのが特徴です。いわば生きているチーズです。もう一つがプロセスチーズです。ナチュラルチーズを加熱して溶かしたものを再度固められて作るチーズです。なぜ加熱するかというと、加熱殺菌することで比較的安定した美味しさの状態を長い間保つことができます。よく見かける 6P チーズもこのプロセスチーズの一種です。で、今回この動画ではナチュラルチーズを紹介します。チーズの分け方はいろいろあるのですが、今回は7種類のチーズに分けました。手前からハード、白カビ、ウォッシュ、シェーブル、フレッシュ、セミハード、青カビの7種類です。では順番に見ていきましょう。まずはこちらの白カビチーズです。チーズの表面に白いカビをつけて熟成させるチーズです。味はカマンベールチーズに近く、ミルキーでマイルドな味わいです。外側には皮があるんですが、中は柔らかくて熟成が進むともっとトロトロになります。代表的なチーズは今回用意したこのブリーとカマンベールなどがあります。このブリーはパンとの相性が本当にいいので、ぜひサンドイッチを試してほしいです。あとはデザート感覚になりますが、蜂蜜を垂らして食べるのもとっても美味しいです。匂いは少しあるチーズですが、そこまで強くないので初心者向けのチーズです。カマンベールは食べたことがある方が多いと思うので、もし見つけたらブリーも試してほしいです。次はこの青カビチーズです。青カビによって熟成を行うチーズで、ブルーチーズとも呼ばれています。味は濃厚で匂いも強烈で、少し塩気が強い味です。初心者には少しハードルが高いチーズです。代表的なチーズはフランスのロックフォール、イタリアのゴルゴンゾーラ、イングランドのスティルトンで、日本では世界三大ブルーチーズと呼ぶこともあります。今回用意したのはこちらのゴルゴンゾーラです。先ほど初心者にはハードルが高いとお伝えしましたが、もし試してみたい方はこのゴルゴンドーラのドルチェタイプがおすすめです。ゴルゴンドーラには甘口のドルチェと辛口のピカンテという2種類があります。ドルチェは比較的食べやすくてクリーミーで優しい味なので、興味がある方はゴルゴンドーラのドルチェから始めるのがおすすめです。次はフレッシュタイプのチーズです。一般的には熟成させていないチーズです。軽い酸味と爽やかな風味で癖がないのが特徴です。鮮度が大事なチーズなので、冷蔵庫から取り出してすぐに召し上がってほしいチーズです。また早めに食べきるのがいいでしょう。代表的なチーズといえばモッツァレラやクリームチーズなどが挙げられます。今回用意したのはこちらのモッツァレラです。おすすめしたいのは生で食べるカプレーゼです。このフレッシュタイプのモッツァレラはフレッシュの名の通り、極力生で食べていただいた方がよりミルクの甘みだったり食感を感じられておすすめです。適当な一口大に切ってオリーブオイルかけて食べるだけでも十分美味しいですし、あとはサラダなんかに乗っけても簡単に美味しく召し上がれると思います。正直モッツァレラは国産でも外国産でも味に大きな差はないと思うので、僕がモッツァレラを買うときは近くのスーパーで購入しています。次はウォッシュタイプのチーズです。表面を塩水やお酒で洗いながら熟成させるチーズです。このタイプは匂いが強烈で、例えるなら納豆に近い香りです。皮がありますが中は柔らかいタイプです。
全体的に中級者向けのチーズだと思います。代表的なチーズは今回用意したこちらのフランスのマンステール、エポワスなどがあります。このマンステールは匂いの割には比較的食べやすくて、中身はねっとりとしてクリーミーです。妻は初めて食べたみたいなんですが、青カビのゴルゴンゾーラより食べやすいと言っていました。じゃがいもと相性が良くて、皮ごと茹でたじゃがいもを半分にカットしてこのマンステールを乗せて食べるだけでも十分美味しいです。もし購入してみてやっぱり匂いがダメだなっていう場合は、この皮を避けて食べれば比較的穏やかな味で召し上がれると思います。白カビのブリーナだと食感が似ているので、もしブリーを試してみて大丈夫そうならマンステールを試してみてもいいかもしれません。次はこちらのセミハードタイプです。この後に紹介するハードタイプよりやや柔らかいチーズです。プロセスチーズに近い食感で味も癖がないので、フレッシュチーズの次に食べやすいかもしれません。代表的なチーズはこちらのミモレット、チェダーやゴーダ、コンテ、グリエルなどがあります。おつまみとしてワインはもちろんなんですが、日本酒やビールなどとも相性がいいです。このミモレットを料理で使う場合はリゾットの上に乗せて食べると風味豊かでより本格的なリゾットになります。今回紹介する7種類のチーズの中では特にこれといった癖もないので、全体的に食べやすいチーズが揃っています。スーパーでよく見かけるシュレッドチーズにも使われているものが多いので馴染みのある味だと思います。6種類目はこのハードタイプのチーズです。水分が少なく一番硬いチーズです。全体的に熟成期間が長くて濃厚な旨味のあるチーズに仕上がります。まだ熟成は穏やかなので日持ちするチーズが多いです。代表的なチーズが今回用意したこのパルミジャーノ・レッジャーノ、他にはグラナパダーノといったチーズがあります。このパルミジャーノ・レッジャーノはチーズの王様と呼ばれるほど人気の高いチーズです。おつまみとして食べるとジャリッとした食感がします。少し違和感があるかもしれませんが、癖はなく旨味と香りが濃厚です。こちらはスーパーに売っている粉チーズの元となっているチーズで、このままピーラーで簡単に削れますので、サラダやパスタの麺にかけて食べてみると粉チーズ、シュレッドチーズの香りにもなります。最後はシェーブルタイプのチーズです。このチーズはヤギのミルクで作られたチーズの総称です。全体的に酸味が強くて、熟成の若いチーズは爽やかな味わい、熟成が進むとより複雑でコクのある味わいに変化します。正直好き嫌いが分かれるタイプですが、初心者には少しハードルが高めです。代表的なチーズは今回用意したこのフレッシュシェーブル、他にはクロタンなどがあります。このフレッシュシェーブルはホロホロと崩れる感じなので、サラダに入れたり甘口のワインなどと合わせるのが良いと思います。今回のチーズの中で私は一番癖のあるチーズだなと感じました。はい、先ほどナスのチーズをペレットに持ってみたんですけれども、こちらが白カビチーズ、青カビ、ウォッシュ、セミハード、ハード、シェーブル、でこちらがフレッシュチーズです。じゃあ仮に今日ウォッシュチーズ買ってみようってなった時に、正直どれがウォッシュチーズかなんてなかなかわからないじゃないですか。今では大型スーパーなどでも売ってるチーズあるんですが、もし成長しに行く場合は各商品の値段が書いてあるポップの右上のところに今回紹介したチーズの種類が書いてあるので、ぜひ参考にしてみてください。もしそれでもわからないことがあればお答えしますので、ぜひコメント欄でご質問いただけると嬉しいです。成城石井には今回買ったミモレットやブリーなどがセットになったバラエティパックだったり、ハード系のチーズが詰め合わせになったプレミアムチーズコレクションという商品もあるので、少量ずつ試したい方はこの辺りから試してみるといいと思います。こんな感じでチーズには様々な種類があります。今回は簡単に紹介をさせていただきましたが、お役に立ちましたでしょうか。
今後ヨーロッパ産のチーズに関しては将来的に関税っていうのが撤廃されていくので、より安価で上質なチーズが日本に入ってきます。なのでチーズのことを少し知っておくだけでもより食事の楽しみ方が広がるんじゃないかと私は思ってます。とはいえ7種類全部に詳しくなる必要はないと思います。正直私も苦手なやつありますし、普段全然食べないものもあります。ただそれでも今回紹介した中で見ている方にお気に入りのチーズが一つでも増えればもうそれだけで嬉しいです。今回はこちらで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。